和田であります。一方のガイディングチームはミスターレスリング、そしてパートナーはキラー・コワルスキーです。まずサムソン・キツワダとキラー・コワルスキーの対戦になりました。さあ山田さん、このタグマッチなんですが、ガイディングチームは2人とも覆面をしてますね。そうですね、コワルスキーの場合、はい、まあ、こういった覆面をするということもあるんですが、はい、まあ、やはりマスクをしているときはしていないときに比べてやや荒っぽさが増すと、なるほど、いったふうに解釈してよさそうですね。そうですね、ベテランのキラー・コワルスキーです。紫色のタイツ、覆面をしておりますキラー・コワルスキー。チャンピオンカーニバルにも出場してまして、第1戦はグレート・コジカと対戦することになっております。パートナーのミスターレスリングはすでにチャンピオンカーニバル第1戦はサムソン・クスワザと行いまして、圧倒的な勝ちを収めておりまして、2回戦に駒を進めました。さあサムソン・クスワダも今回の第3回目を迎えましたチャンピオンカーニバルでは、あるいは優勝戦線に残るかとも思われましたが、テクニシャンのミスターレスリングに取られました。さてサムソン・クスワダ、ガイディングチームのコーナーで捕まりました。ガイディング側、早くもミスターレスリングにタッチが行われております。左の腕を殺しておりますミスターレスリングです。白覆面の KO です。盛んに左の腕アームロックに固めました。あっと、早くもキラー・コワルスキーがロープの最上段、ロープの最上段から両方の腕を落としました。早くもサムソン・クスワダ捕まっております。山田さん、このコワルスキーがロープに駆け上りますと非常に怖いですね。大きな体ながらですね、非常に動きが速いし、はい、特にこの人の場合ニードロップという必殺の武器がですね、そうですね、ロープの上段を利用してのものが多いわけですね。非常に身のこなしがいいですね。そうですね。それで私思うんですが、一時期に比べましてコワルスキーずっと体が充実してきた感じで体重が増えてますね。それだけ技の一つ一つに威力が増しているという見方ができると思います。はい、1927年カナダの出身で、ご存知のように鉄人ルーテーズの弟子としてデビューいたしましたベテランのキラー・コワルスキー。さあ日本陣営ザ・デストロイヤーにタッチ、今手が届きましたがジェリー・マードック今許しました。今完全にタッチが行われました。さあ仙台でも大変な人気者でありますザ・デストロイヤー登場いたしました。一発目ニードロップを見舞いました。相手はキラー・コワルスキーであります。コワルスキーの左の手首を使いましたザ・デストロイヤーです。白覆面の魔王反対に返しました。リングの中央であります。このチャンピオンカーニバル第3回目を迎えましたが、ザ・デストロイヤースティーブ・カーンと対戦をいたしまして、すでに勝ちを収め2回戦に駒を進めました。目下絶好調でありますザ・デストロイヤー。山田さん、このザ・デストロイヤーはチャンピオンカーニバルではどの辺までいくと思いますか？そうですね、割とね、トーナメント戦っていうのは不利運に恵まれるか恵まれないかということが大きいポイントになってくるんですが、その点で先ほどお話に出ていましたサムソン・クツワダ君はいきなりミスターレスリングということで、はい、これは非常にね、くじ運としては損でしたね。そうですね、まあ、その点でデストロイヤーですね、まあ、自分のブロックにさほど強敵と思われる相手がいないだけにですね、はい、これはちょっとすると最後の4強の一人として残るんではないかというような予想ができますね。はい、もちろんデストロイヤーは3回目の出場で虎視眈々とこの3回目優勝をも狙っております。まあ、2回戦は3に勝ちましてですね、はい、まあ先ほどマイク・ジョージですか、まあ、デストロイヤー以外は若手ですね。そうですね、お話のように2回戦は高千穂そしてマイク・ジョージの勝者と争われます。さてガイディングチームはミスターレスリングにタッチが行われました。ご存知のように昨年行われました第2回チャンピオンカーニバルは準優勝であります。白覆面の帝王対白覆面の魔王との対決になりました。この一戦は見ものですね。そうですね、これはねやはりお互いに、マスクマンとしては世界でもですね非常に名前の通った人だけに大変なライバル意識をむき出しにして戦う、はい、そういった意味でのその精神的な面ですね、はい、ファイトとファイトのぶつかり合いというところですね、はい、早くもレッグシザーズから足殺しに行きました。そのザ・デストロイヤーです。足4の字の布石を早くも打っております。ザ・デストロイヤー日本陣営タッチ
パワーナンバーワンのサムソン北村登場いたしまして、ミスターレスリングの足を取りました。完璧にミスターレスリングの足を殺して、そしてデストロイヤーにタッチして、フィギュア4レッグロックに持っていきたい日本陣営の作戦であります。30分の一本勝負。今日の日本チームの、コンビネーションワークですね、これは非常に面白いと思います。サムソン北村君は非常にパワフルなレースで、一方のデストロイヤーはスピードとテクニックという意味で、これがマーク歯車が噛み合えば、なかなかいいチームですね。そうですね、なかなかインサイドワークにも長けております。ザ・デストロイヤーサムソン北村組、もちろん作戦本部はデストロイヤーから全て指令が出されているものと思われます。ヒップドロップに行きました。フィギュア4レッグロックの体勢に入りました。足4の字の体勢、左足から入りました。あっと、キラー・コワロスキー、カッカッと対角線上から歩んでまいりまして、脳天にダブルチョップを見舞いました。キラー・コワロスキー、うまいタイミングのフォローであります。デストロイヤーが捕まりました。喉に左手を食い込ませております、キラー・コワロスキー。さあ、パワーナンバーワン、重量感あふれます。サムソン・クソワダもフォローに行きました。あっと、胃袋の掴みに行きました。スマック・クロウです。スマック・クロウ、キラー・コワロスキー、デストロイヤー捕まった。外輪チームは2人がかり。ちょっと今の、レフリーの実況などですね、あまりにもルールを無視して入ってきたコワルスキーに、構えすぎてですね、ちょっとミスターレスリングの方に休みを与えてしすぎましたね。なるほど、こういう点はちょっとレフェリングに問題があるんじゃないかというような気がしますね、そうですね。ロープのリバウンドを利用してミスターレスリング、カウンターのパンチを打ち当てました。デストロイヤーが場外、エプロンの方です。場外に出ました。待っていたのはキラー・コワルスキーであります。相変わらずナックルパート、強いパンチを打ちます。クソワダがフォローに行く。クソワダフォローに行きました。4人の選手が場外に来ました。さあ、大乱闘になる模様であります。ミスターレスリング、サムソン・クソワダを突き放しました。非常にクリーンなレスリングを展開するミスターレスリングでありますが、やはり山田さん、タグマッチとなりますと、そのクリーンのレスリングばかりはしておりませんね。レスリングの場合ですね、普段は非常にクリーンですし、パートナーがダーティーファイトをやってると非常に嫌な顔して見てるんですが、やはりケースバイケースということがありましてね、まあ、相手の出方次第では目には目という反撃もありますね。そうでしょうね、やらせればなかなかのもんですよ、そうですね、デストロイヤーのダメージが大きいようです。リングの中央、覆面同士の対決になりました。デストロイヤー、そしてミスターレスリング、ショルダーするんです。おっと、後ろから回転エビ型に乗っていきました。うまいタイミングですが、キラー・コワルスキーのフォローもタイミングよく入りました。なかなかガイディングチームのコンビネーションワークも素晴らしいものがあります。あと、キラー・コワルスキーがロープの最上段に今登りました。必殺のコーナーポスト最上段からのニードロップを持っております。キラー・コワルスキー、これを見つけました。サムソン・クスワダ、ボディに逆水平を打ちました。エプロンに逃れます。そして場外に出ました。キラー・コワルスキー、リング上はサムソン・クスワダだけであります。さあ、ゆっくりと場外を回ってまいりまして、日本チームの陣営にやってまいりました。エプロン上はザ・デストロイヤー、場外はキラー・コワルスキーであります。殺人狂キラー・コワルスキー、身長にも恵まれました。190センチ121キロであります。さあ、リングの中に入りました。待っております。サムソン・スワダ、がっぷり四つに組んだ、巻き投げに行った。左の腕を取りにかかりました。アームロックに行きます。サムソン・スワダ、190センチ121キロの巨体であります。全日本プロレス抽選の中では一番パワーを持っております。大きく投げ飛ばします。そして左の腕を取って巻き投げ一閃、左の腕を殺しにかかります。サムソン・クスワダ、キラー・コワルスキー、今度は熱い村井と目がけましてダブルチョップであります。振り落としました。さあ、間を取ります。サムソン・クスワダ、たまらず場外に出ました。キラー・コワルスキーもこれを追いかけます。デストロイヤー、そしてミスターレスリングも行きました。4人が入り乱れます。リング外、大乱闘になりました。椅子を持ったコワルスキー、デストロイヤーの脳天に椅子を打ち下ろしました。コワルスキーが早く中に入りました。まだカウントは数えられておりません。場外大乱闘です。レフリーはジェリー・マードックさん。外輪チームの方が先にリングの中に入ります。今カウントが始まりました。カウント10、カウント10以内に入らないといけません。デストロイヤーは自軍のコーナーマットのところに入っております。さあ、激しくストンピングを見せます。キラー・コワルスキー、山田さん、
ペースとしてはどっちがいいペースを握ってるんでしょうか。そうですね、あのコンビネーションは外人チームが非常にいいですね、そうですね、なかなかね、あの結構ハルさんの動きがですね、はい、予想以上にうまいですね。そうですね、さあ対角線上に相手を放り投げました。厚い胸板コーナーマット、もう一点、今度は反対だ、逆を取られました。デストロイヤーが落ちてまいりました。デストロイヤーが落ちてまいりました。ものすごい音であります。場外に出ました。コワルスキーも場外に出ました。ちょっと動きの止まりました。ザ・デストロイヤーです。エプロンに体を打ち付けます。エプロンに体を打ち付けました。相変わらず力強い攻撃を持っております、キラー・コワルスキーです。まだこの対戦必殺のドロップキック、ニードロップはまだ見せておりません。キラー・コワルスキーです。パンチを浴びせました。ザ・デストロイヤー反撃に転じます、反撃に転じます。しかし両方の頭を持ちました。そしておっと、そのままわーっと体を乗せかけました。さあそのまま覆いかぶさりましたが、まだカウントは不十分であります。ミスターレスリングがコワルスキーの手がですね、ロープを掴んでますね。そうですね、ジェリー・マードック、まだ気がつきません。今はデストロイヤーがいいタイミングです。両方の足で首を挟んでますね。そうですね、ちょっと足によるチョークみたいな感じですね。そうですね、さすがに試合巧者ザ・デストロイヤー、ジェリー・マードックの比較を利用しました。カウンターの膝が待っている。コワルスキーのノーテンプが来まして、サムソン・クワダの膝が当たりました。さあチャンスとばかり攻め込みます。ストンピングの雨あられ、サムソン・クワダ、ミスターレスリングにタッチが行われた。ショルダーアタック、見つかったのはミスターレスリング、タイミングを外すサムソン・クワダ、そのままスライディングレッグシザースに行く。あっと、コワルスキーがやってまいりました。実に速いですね、コワルスキーというのは。パートナーをですね、フォローする技がありますから、抜群ですね。そうですね、対角線上に向かい合わせ、頭と頭が激しく交差しました。ミスターレスリング、そしてキラー・コワルスキー、両者ダウンであります。両者ダウンであります。さあ、コワルスキーから首投げ。サムソン・クワダカバーに行く。カウントは2、まだカウントは不十分だ。抱きかかえろというようなジェスチャーを見せております。ザ・デストロイヤーもう一発、今度はシュミット流のバックブリーカーだ。これは効いた。さあそのままカバーに行った。カウントは2、ミスターレスリング入ってきた。惜しいところです。ちょっとタイミングを逸しました、ザ・デストロイヤー。しかしリング上はサムソン・クワダ、非常に今夜は素晴らしいパワフルなレスリングを展開しております。あ、深いのドロップキック、これは自爆した。これは自爆しました、サムソン・クワダ。場外ではミスターレスリング、そしてザ・デストロイヤーの対決になっております。放送席にしたたかと頭を打ちつけました、ミスターレスリングである。おっと、そのままフォローだ。どうだ、カウントスリー、決まりました、キラー・コワルスキー。12分52秒、12分53秒。やはりデストロイヤーがですね、ミスターレスリング場外乱闘に裏目に出ましたね。そうですね、この間にコワルスキーが巧みにですね、はい、ニードロップでうまく塚田君を仕留めました。そうですね、ザ・デストロイヤーがミスターレスリングを追いかけている隙に、サムソン・クツワダが結局キラー・コワルスキーによりましてカウント3抑えられました。結局30分の一本勝負はミスターレスリング、キラー・コワルスキー組のお勝ちであります。